こんにちは。しなやかで折れないメンタルを身につけて、今を変え、行動し、行動し続けることを応援している、サポートしている、副業コーチの吉成里です。よろしくお願いいたします。さて、今日お伝えし、お伝えしたいテーマ。最近本当に噛みます。申し訳ございませんが、えー、今日お伝えしたいテーマは、自己流は自己る。 ということです。これはよく昔ですね、僕もビジネスを教えていただいた方々に教えて、もういろんな方々から言われていることなんですよね。自己流は自己るということで、今日はこの自己流は自己ることについてお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ今、えー、起業している方、あるいは副業している方、あるいはこれから始めようとしている方、ぜひ、えー、まあ、知ってるよーっていう方も改めて聞いていただきたいなと思いますし、んどういうことだ自己流は自己るってどういうことだっていうふうに思う方はぜひ最後までご覧いただければなと思います。で、これはですね、本当に自己流でいくと、 事故っちゃうんですよ。で、事故が、あのー、些細な事故だったら問題ないんですよ。これが大事故だと、もう瀕死な状態だと立ち直れないので、ぜひ、そういう大事故を起こす前に、自己流を、えー、やめていくっていうことが大事なんだと思います。で、えー、まあ、そういう、なんか、大事故防止ですね。あの人、人生で、人生で、人生で取り返しのつかないような、事故ら、事故を起こす前に、えー、自己流をやめましょうってことです。 ま、例えば、えっと、これ僕も本当にずっとそうです。えっと、10年ぐらい前に起業した時にですね、最初は何をやろうかと思ったのか何をやろうとしたのかというと、結婚相談所なんですよ。IBJ っていう、えっと、なんかそういう結婚なんとか団体みたいなんですけれども、そこに、えっと、数百万円とか払って登録すると、結婚したい人たちの名簿がもらえて、で、そこに対して僕、ナコートさんやってるんで、ぜひ私に申し込んでいただけたら結婚のお手伝いしますよっていう、まあ、 簡単に言うとそういう仕組みなんですけれども、それで最初やろうと思ったんですよ。そして、えっ、ー、と、それをやろうと思っていながら、僕企業塾に行ってみたらですね、いや、それやめた方がいいよって言われたんですよ。えやろうと思ってたんでやめた方がいいのっていうことになったらですね、あの、どうやらやっぱり、 その名簿を共有している、その名簿、リスト自体もあんまり良くないとか、まあこういろいろ言われたんですけれども、結局当時言われたことあんま覚えてないんですが、まあ結局納得して辞めたんですよ。で、それやめて今思うと正解でした。で、僕自身も今その結婚相談所というか、IBJ というところに入ってやろうとする方には、あの別に、 否定するわけじゃないんですけどおすすめかどうかで言うと多分おすすめしないと思いますおすすめできない理由は多分いっぱいあると思いますまあ、今ちょっとマッチングアプリとかオンライン化が進んで必ずしもそこを活用しなくてもビジネスが結構できてしまうので、えー、そういう方がいいんじゃないかなと思ってるんですねまあ、そこはさておきましてやっぱりですね自己流で行くと あの、視野がめっちゃ狭くなりますし、もうまず何をやるか。例えばビジネスってまず何をやろうかなっていう。まあそもそもなぜやるかっていうのが大事なんですけれども、このなぜやるかが重要っていうことも分かってない方いらっしゃるじゃないですか。これ結構本当に重要なんですよ。なぜかと言いますと、え、ビジネスってやっていって絶対順調にいかないんですよ。順調にいかないけれどもそれを乗り越えてやり続けられるっていうのは、やる理由が明確だったり、そのやる理由がその人にとって重要だからなんですよ。 あの、重要でもないのに、なんか始めちゃったとか、絶対続かないですやめちゃいます。ら時間がもったいないので、絶対まずですね、なぜやるかということをしっかり、え、決めてからやるっていうことを教わって、ああ、なるほどなーっていう。もうそれも自己流で言ってたら、なんとなくこれ流行ってるからやっちゃおう、みたいな感じでやってしまってうまくいかないなーってやめたと思うんですよ。この、まずなぜやるかっていうところを決めていくとか、あとは、えっと、何をするかっていう部分は、やっぱりですね、自分だけの知識だと視野が狭いです。 もう例えば今、企業とか、もう副業とかですよね。副業とかにもいっぱいありますよ。有名なので言うと、もう、ウーバーイースとかもそうですし、えー、本当にコミュニティビジネスとか、こう、インフルエンサービジネスとか、コンテンツビジネスとか、こう、いろいろあるわけじゃないですか。で、こういうものって、もちろん調べればわかるかもしれませんけれども、実際にやっている人間から聞いた方が早いですよね。はい、自己流というよりも、やってる人に聞いた方が早いですし、あと何をやるかっていうところでもう選んでやっていく中でいろんなトラブルに巻き込まれるわけですよ。で、自分が、 その起きた自分が抱えている問題とか課題っていうのは必ず他の人がかつてぶち当たった壁ですよ絶対に。あなただけしか経験できないような問題ってほぼほぼないですので、ほぼほぼないでから絶対にないですね。過去に誰かがどっかでぶち当たった壁、そしてそれは乗り越えられた壁のはずなので、それを乗り越えた方に聞いた方が早いじゃないですか。なので、絶対にあの他の 人の意見を聞いた方が早いんですよ。で、もちろん、鵜呑みにしろということではございません。え、自分でこれでいいと思っていたことがベストじゃないことが圧倒的に多いということなんです。なので、そういうことのために他の人の、え、意見を、アドバイスを聞いて、そうだなと思ったら、愚直にやるってことも大事です。なんか、参考程度にしか聞かないっていう方いらっしゃるんですよ。ちょっと参考にしたいんでお伺いしてくださいってことは、え、参考程度だったら言いたくないですっていう方、僕もそうですし、多分他の方もそうだと思うんですよ。あの、こっちも真剣に、あの、お伝えしてるので、で参考、 にはちょっと聞いてほしいなと思うんですよねまあそれはさておきまして、えー、まず自己流で行かないようにするっていうことなんですよねでじゃあ自己流に、えー、実際に行かないように事故らないようにするためにはどうすればいいのかっていうのをここから具体的にお伝えしていきますけれども まずは、えっ、ー、と、そういう自分と同じ目的意識を持った、えっ、ー、と、まあ、学校に行くとか、えっ、ー、と、講座を受けるとか、あとはコミュニティに入るとか仲間を見つけることです。えっ、ー、と、まず同じ目的を持った、えー、ところ、あるいは、あなたの夢をサポートしてくれる人と関わる、このどっちかだと思います。同じ夢を持った、同じ夢や目的を持っている人と関わる、か、 あとはまあ、それと同時並行ですけども、あなたの夢や目標を応援してくれる人、こういうところにまず行くってことです。で、そういう方は本当に真摯にアドバイスしてくれますし、それが例えばコーチコンサルとかだったら、いろんな多角的にアドバイスもくれますし、同じような仲間だったら仲間の振りを見てばが振り直すじゃないですけれども、えいろいろですね、刺激し合って情報交換しながら、うまく軌道修正していくってことなんですよね。なので、もし、 あなたが何か新しいこと、ビジネスを立ち上げたい、起業したいとか、副業したいっていことでしたら、ぜひですね、あの、自己流はやめた方がいいです。あの、自己流でもいいんですけれども、人生って有限じゃないですか。一応僕は不老不死の予定でいますけれども、一応有限だと考えると、有限な人生で一番大事なのは時間なんですよ。で、自己流で一番事故る、 原因というか、事故、事故ってることって、無駄な時間を費やすことが事故ってる。そもそもそれが事故ってるんですよ。本来であれば、アドバイスを受けて、1日で解決できることがか、なんか、自己流で言って1年かかかったって、この1年間時間をかけてしまったこと自体が事故なんですよね。なので、ぜひ、そういう事故を避けるためにも、えー、自己流は事故る。自己流を避ける。最初は、愚直に、えっ、ー、と、どこかに、えー、そういう自分,自分にアドバイスをくれるようなところの環境に入って、えー、の意見をいただいて、自己流をやめていって、それでもう上手くなったら、他の人にいろいろ アドバイスでででででできるようになななっったたら自自己己流流流流ややめめれればばいいいいいいじゃすすすかその時ままは、えー、自己流はやめてて、えー、ね多古流で進んでいくっていうこととをやっていただければなと思います今回の動画についてはここまででございます。この動画では、ししらやかで折れないメンタルを身につけて、まあ、行動し続けることを、えー、行動し続けることによって自己実現していきたい。そういう人たちにお伝えしている。そういう動画でございますので、この分野にご興味のある方、よろしければチャンネル登録お願いいたします。また他の動画でお会いできることを楽しみにしております。本日も最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。